眠れない夜をさまよう。さあ、ジョー君のアドリブからやっていきましょうか。はい、大悟ダサい。あるある。え、待って、どこがダサい？今日ちょっとおめかししてるな。いや、俺基本的に服おしゃれって調べて買ってんね。服おしゃれって調べどこのサイト。それがダサい、なんかそれがダサいって何？爽やかな君の笑顔、僕の心をポン。なんか質問して、それで一緒にせーのって答えれるってことやろ、言うたら。あ、でもいけるかも。好きな食べ物何って言ったら、せーの、何々。あ、いけるいける。好きなジャニーズの先輩グループ。グループ。はい、はいはいはい、せーの、カンジャニエイト。ちょっと待って、それは正解。あれや、それは正解。それは正解。あまり、会いたくないねん。会いたくないねん。好きな野球選手、はい、せーの、 T 岡田。できてますね。初めてですか、チャーターは。初めてやろ。どんな質問やねん。初めてやろ、そら。俺がプライベートで 2,3 回ありますって言ったらびっくりするやろ。びっくりするよ。また言葉の裏側で確かに咲き誇る真実の花。7つの星から、こんにちは。僕たちがセブンスターズ。どうも、なにわ男子です。それや、第1問でれん。早押しです、皆さん。ピーター、はい、先生。横顔がかっこいいですね。正解。絶対ちゃうやん。やったー、優勢正解です。ちょっと待って、後ろって何だこの温度差。俺ら多分今サーモグラフィーで見たら真っ青やね。まっすぐな瞳、愛おしさ溢れ出す。あ、カーテンある、カーテンある。嘘でしょ、みんなカーテンある。嘘でしょ、奇跡が待ってたんだ。もっと雨を晴れに変えるぜ。渋ー、ダサい。グループ内の好きなコンビは。でもなんかここは端端コンビはなんか波長が合ってる感じがして。一緒にみんな、一緒にみんな、みんな潰れてるって。空を飛んでます。景色がいいって言ってます。今日の気分はどうですか。おお、気分上々って言ってます。俺だけにと。忘れないで、いつでも君のそばにいるから。走り出す夢、止まらない未来。リーダーと道、うん、それでは参りましょう。寝所のじゃんけん、じゃんけんポン。しゃー。そして寝所には僕たち以外にたくさん関係者の皆さん、そしてファンの皆さんと一緒にこう歩んでいきたいなと思いますので、これからもなにわ男子よろしくお願いします。なにわ男子よろしくお願いします。よろしくお願いします。
やってるのを言いますね。誰が好き、あ、ごめんなさい、もう一回お願いします。なんで自己紹介間違いに、何回もやってるやん。緊張してるの。はい、いきます。イケメンは生まれつき、誰が好き、君が好き、小顔です、高橋恭平です、お願いします。お願いします。めっちゃ芸能人オーラ出すと。わかるわかる、こいつこれさ、この中で一番プライベートで芸能人感出すのって恭平よ。出すのってことないんだよ。ここになんかメッセージつけて、なんか手作りの写真作ってくれてたよね。うん、ああ、そう、送りましたね。なんかそういうなんか手作りみたいな、お前今あくびしようとしたやろ。おい、今これに言うじゃん。違う、違う、違う、構うねんな。はい、弁護人どうぞ。はい、今のは流星くんが僕たちのために作ってくれた、それに感動して泣きそうやって。で、これ？うん。今だからここじゃ泣く場面じゃないと、まだ違うから今頑張った。なるほどね。はい、被告人我慢した、我慢したって。だから泣くの、泣くの、泣くの、泣くの我慢したよね。泣くの我慢したよね。ほんまにあくびではない、あくびではない。み、もう撮ってるからね。今涙目やろ、だから撮って、だから涙目やね。あくびは涙目になるんです。送りましたね。なんかそういうなんか手作りみたいな、お前今あくびしようとしてない。龍志郎は11月12日デビュー。めっちゃええやん。泣けちゃうの、泣けちゃうの、めっちゃいいやん。これ開けるやん。開けたらめっちゃいいやん。めっちゃいいやん。これで、また開けるやん。何をビジュアル報知。めっちゃいいやん。ないものねだりの背中合わせ。もう幸せ。イカの味はいかがですか。俺それ言おうと思ったし、それは言おうとしたとか言ってたらイカ。みんなさ、イカでしかダジャレできないんだよ。ホタテエビはむずい。自分の長所はいつ？笑顔、目の大きさ、キラキラさ。ジャニーズで誰と仲がいい？と、ジャニーズ、なにわ男子。うつむいて閉ざしては怒りは差し込まない。電子タバコなどもご使用になれません。ハネムーン楽しんできます。ジャングループでは新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みとして本角からしたら後輩です。後輩？はい、歴がってことやんな。歴が、はい、はい、見てら俺正解やった。いや、なんなんこのみんな、正解ってやったらうわーってやってください。もう一回だけ、すみません、お願いします。正解、うわありがとうございます。楽しみ。どうしました？いや、ちょっとウキウキして。かわいい。ウキウキよ、めっちゃかわいい。今日覚えてよ。はいはい。俺が滑った時、みんな必死にフォローしてくれ。アンジュ、アンジュ。アンジュ。アンジュ。いや、大悟君の運転で富士急まで行けるって、もう、この上ないことすんね、ほんま。ほんまそれよな。ありがとう、嬉しいな。嬉しいわ。でも俺、大悟君の運転じゃないと俺もう乗りたくないもん。せやん。やっぱ大悟くんしか勝たんやし。やったー。ジョー君が2位って言われました。おいおい、伝えたいことを五七五で。おいやん、いやむずない、みんな。ちょっと
一向に決まりそうにないから次に行こう。はい、どうぞ次に行きましょう。空は毎週乗っけてるっすね、うん、空いいよな。空そうやみんなフォローしてください。フォローしてください。フォローしてください。ステップアップあくびしながら階段を上る。みんなもご一緒に親指人差し指まだアップしてないの。先輩テストで赤点取っちゃったんですよ。バカ、俺が教えてやるよ。テストは赤点、声は満点、まだアップデートしてないの。飛行機楽しみな人。はいはいはい。誰ですか、増えてへんの最後は、はっ、おい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